主天道寺は妖魔の中にあって破格に強い。だが奴には意志を感じぬ。ただ妖魔の言いなりとなるだけの存在。あのようなものがなぜ重要なのか、妖者討滅の方法とどう結びつくのだ。難しそうな顔して何の話。あ、いつの間に。さっきから目の前にいたけど。また来てくれよ。電子殿、あなたは妖魔の情報に詳しいと聞いた。そこで尋ねたい。上田城と長谷堂城の間に妖魔の拠点はあるか。そうですね、最も危険なのは牛刀山の近くでしょう。そうか、やはり。太子寺殿、それはどういう。俺たちは妖者出現後行動を共にしていた。だが上田城と長谷堂城が聞きと耳にし、それぞれを救援すべく別れたのだ。では両毛殿が傷を負っていたのは。俺と別れた後敵に襲われたに違いない。その時と場所が今分かった。時を渡るぞ。長谷堂の戦いで呂蒙は倒れた。長谷堂城を妖魔に奪われ、撤退する味方のしんがりを務めての結果だった。本来呂蒙ほどの名将ならばたやすく妖魔に敗れるはずがない。だがその時呂蒙は重傷を負っていたという。その怪我さえなければ助けられるはずだった。呂蒙の情報を求めた太子寺は、当時の牛刀山がかなりの危険地帯であったとの答えを得る。それを聞いて太子寺は思い当たった。かつて太子寺は呂蒙と牛刀山の付近で別れた。その後に、あるいは。太子寺は過去へと戻る決意をした。呂蒙殿と別れたのはこの辺りのはず。さてどこへ向かったのか。太子寺殿、あれを。妖魔の軍勢に包囲を受けている一軍が。呂蒙殿に違いあるまい。急ぎ救援に向かうぞ。今こそ過去を変えるのだ。極意につながる何か戦場で掴んでみせる。急ぎ救援に向かうぞ。俺たちで両方殿の未来を変えるのだ。囲まれたか。加藤に向かわねばならぬというのに。おりゃ。敵将、討ち取った。
謎。足が落とされたか。やむを得ん。天候一滴、敵中を突破する。全ての雑魚。しいことがあるものだ。できない。
すでに我らは敵の術中にあるようだな。だがそれでも進まねばならん。ならば我らの力を束ね正面から突き破るのみ。おお、一段と冴えておいでですな。おりゃとHa!
やった。示されるものだ。座教の仕上げ楽しみ。ほどけ。俺は果たさねばならぬことがある。人を生かす剣でお前を葬ってやるぜ。うるい殺す。俺の剣は無双だ。抜けて立つぜ。なんとかなったな。愛しじ殿、救援感謝する。いろいろと尋ねたいこともあるが、俺は急ぎ長谷道場に向かわねばならん。両毛殿、これだけは信じてくれ。たとえ長谷道で危機に陥ったとしても、必ず俺たちが助けに行くと。承知した。太子寺殿が真偽を違えるはずがない。ではこれにて。これで過去は変わった。今度こそ余毛殿を救うのだ。よし、この戦い